What is everyone? Welcome back to another video. How are you doing? ということで、おはようございます。今日朝は政治活動をやったんですが、街頭演説はね、年収4000万以上になると、55% もね、税金で公務員によって分取られるということです。例えばヒカキンとか有名な YouTuber はおそらく10億円以上の、ね、年収がありますが、これは労働収入ですから、公務員によってもし10億円だとしたら防具5000万ね、税金で、分取られるということです。ただその UAE のドバイとかは、所得税もほとんどありませんので、まあ、ドバイの有名な、ね、YouTuber も10億円ぐらい稼いでると思いますが、まあ、ドバイの YouTuber の場合は、10億円ほとんどね、手元に残るということなので、税金が高い割には日本の場合は公務以外に税金のリターンがないと思うんですね。だからこそその資産収入に関しては年収4000万以上になっても、均一 20.3% ぐらいだと思いますので、こういった税金の、ね、二元的所得税とかを理解するだけでも、障害賃金がかなり変わってくるのかなと思います。まあ、老後もかなり不安だと思いますし、日本の政府公務員は嘘をつく生き物ですから、政府公務員マスコミを信用していると、ね、やはり痛い目に遭うと思いますので、まあ、自分の身は自分で守らないといけませんし、自分の稼いだお金も自分で守らないといけないのかなと感じています。まあ、大人だけではなくて子どもたちもその金融の教育は、まあ、基本的な部分だけでも、やっぱり大人よりも上ですから、ちゃんとしたレベルの教育をやれば子どもたちも、十分それに、応えることはできますので、少しでもね、そのいい方向に改革できるように、議会の方で、提案をしていきたいなと思っています。まあ、そうですね、場所によって違うと思いますが、まあ、前坂中学校とか、あとは佐久間とか、三作部とか、あそこら辺もかなり子どもの数は減っていましたから、で学校の教員は公務員ですから組員できませんのでね、もう公務員の教員だけは数が余っています。もっときめ細かい教育をすることは十分に可能ですので、前向きな、ね、改革を、提案をしていけるように頑張っていきたいなと思っています。でそれとその日本の場合はね、ありとあらゆるものに税金がかけられていますし、お金の流れをね、もうちょっと流れやすくした方がいいのかなと思うのと、まあ、先ほども言いましたが、起業するにしても時間とお金がかかりすぎると思うんですね。日本の公務員の場合はアナログ行政ですから、非常に時間がかかるし、やたらお金を払いと公務員はね、請求してきます。ただアメリカとか、あとはシンガポールとか香港とか他の国々で起業しようとしても大体1万円ぐらいでね、1万円か2万円ぐらいで起業できますし、3日か4日あれば手続きが終わりますので、まあ、4日後ぐらいには会社をとかプライベートクルーザーとか、年間維持費を安くすることもできると思いますから、漁港もね、開放をしていけるように議会で提案をしていきたいなと思います。一応日本の経済はね、かなり、マイナスになってきていますが、それでも10億円以上持っている日本人の数は、おそらく3万人ぐらいはいますので、まあ、周り、あ、そう、なんていうんですかね、プライベートヨットとかプライベートクルーザーを買える日本人はね、3万人以上はいますから、ただその実践する場がないんですね。規制でがんじがらめですから。まあ、これも公務員 の, その利権特権のためだと思いますので、こういったものは潰して、マリンレジャーが普及できるように、漁港を開放をしていきたいなと思います。とにかく誰かが使ったお金というのは誰かの収入になりますし、誰かの消費というのは誰かの、所得になりますから、お金を使ってもらわないと経済は、ね、成長しないというのもね、嘘ではないと思います。ですから安心してお金が使えるように減税をしないといけませんし、まあ、浜松にも税金で作った漁港がたくさんありますので、そこら辺も誰でも使えるように
規制を撤廃をしていきたいな、規制緩和をしていくべきなのかなと思っています。まあ、そうすれば県外からも、富裕層がプライベートヨットで遊びに来てくれると思います。でアジア周辺諸国から海外からもね、プライベートヨットで、浜の湖に遊びに来てくれると思いますし、そうすればねお金も地元に落ちますから、人と物とお金を呼び込んで経済を成長させるためにも漁港を開放するということはかなり大きなねインパクトがあるのかなと思います。まあ、海外には日本人の金持ちとはね桁違いの金持ちがたくさんいますから、まあ、全長150メートルの、600億円ぐらいするね、プライベートクルーザー持ってる人もいますから、1年ぐらい前にそのロシアかどっかの超富裕層ね、高級クルーザーが日本に来ていましたが、まあ、そういったクルーザーも浜名湖に来てもらえるようにね、誰でも、安く簡単にね、プライベートヨットをこう経由できるように漁港を開放していきたいなと思います。まあ、浜松はそのマリンレジャーが普及できるような、ものがたくさんあると思いますので、まあ、それも条例でどこまでできるか分かりませんが、富裕層をこう呼び込むためにも、個人金融資産が、市場に流れてくるようにするためにも税金で作った漁港は誰でも使えるように開放をね、漁港の開放をしていきたいなと思います。富裕層とか超富裕層に来てもらってお金を使ってもらうとか、あとは優秀な人たちに起業家とかそういった人たちに来てもらって会社をね、新しい産業を作ってもらうとか、そういったやり方も十分にね経済的な効果があると思いますので、税金で作った漁港は開放してマリンレジャーをね普及させていきたいなと思います。で、まあ、日本国内にもその900兆円以上の現金がありますしね、10億円以上持った日本人が3万人いるというのはちょっとびっくりですけども、だからその富裕層の人たちに気持ちよくお金を使ってもらえるような政策を提案をねしていきたいなと思います。議員の12分の1以上の賛成があれば、議会に提出することができるそうですから、まあ、自分ももし当選することができれば自分で条例案を考えて、積極的に、議会に提出をしていきたいなと思っております。政治家と公務員は全く違う生き物です。公務員はクビにならないから食べに切っていますが、まあ、政治家というのはね4年間経てばクビになりますのでね、なので、自分でね考えて条例案を積極的に、提案をしていきたいなと思っています。でそれとその前例にとらわれないように新しい政治を目指してね、頑張っていこうかなと、日本の未来に投資できるように国力が強くなって日本人の、ね、平均賃金が上がっていけるように頑張っていきたいなと思っています。まあ、日本人 その生活水準も、かなり下がってきていますから、まあ、GDP の中でもその1人当たりの GDP が、ね、非常に重要だと思います。日本人の生活のレベルが上がっていけるように、地方から、ね、改革をしていきたいなと思っております。また次の地方選に向けて、子どもの未来を作る党として、ソーシャルメディアもね、頑張ってまた調整をしていこうと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、ということでね、ちょっと指先が冷たくなっちゃいました。まあ、なんて言うんだろう、雨が降ったおかげで、そんな寒くはないです。はい、まあ、明日もそんな寒くないことを期待してね、今日はこれで終わりたいと思います。お願いします。Thank you for watching. Smash like buttons and subscribe. Stay tuned. See you there. Yara, yoro. Bye.